はい、そんなわけでジェネシスの実況は今回もしまして完結になります。さて、今回はですね、最後のパートということにはなるんですけれども、これは、収録を終えてから約5年後か。5年弱後に収録しています。まあなんでかっていうと、まあ単純にぐだってしまったからなんですけれども、まあ今回はですね、あるプレイを流しながら、このシリーズについてちょっと振り返っていきたいと思います。はい、今回流すのは2016年、1月20日の深夜にプレイしたクリエイターのプレイ動画になります。まあ本当だったら、今回のパートの最終回、最終ステージで一部処理落ちがあったので、まあ、ちょっとそれのリプレイの動画を流そうかなと思ったんですけれども、なんかデータ見たら、なんかリプレイのデータが壊れちゃってたみたいなので、まあ、今回この最後のパートを語るにあたって、まあ、取り直しすることにしました。まあ、時間の都合により今回ファイナルジェネレーションの部分のみお送りしますけれども、まあ、フルプレイに関しては後々おまけ動画として公開したいと思っています。まあ、この動画の成績がどんな感じになったかについては最後まで見て確認いただけたらと思います。じゃあ、早速振り返っていきますけれども、まあ、最初ですね、バイリンガル動画という銘打って、まあ、今回この実況をやったわけなんですけれども、いやー、すごい編集がめんどくさかったです、もう。ぶっちゃけちゃうと本当にめんどくさかったです。なんだろうな。やっぱり英語がそこそこ得意だからっていうのもあったんで、結構軽いノリでやってたのと、まあ、あと、このジェントス のゲーム自体が、まあ、海外にも知られてたところもあったのかなと思ったので、あえて英語字幕付きで入れてみたんですけど、いやー、これが編集大変でした、もう。もう本当に6年かかって、実況完結するまでに6年かかっちゃったのは多分このシリーズだけだと思います。何せ編集がすごいめんどくさかったので、結構編集放置してたところがあったんですね。まあ、なので、このシーズン待っていただいた皆さんも、ね、本当に申し訳なく思ってます。もう本当に、なんだろう、これの編集放置しておきながら他のシーズンどんどこ始めちゃってたところもあったので、なんか、そういう意味では、なんだろう、すごい遅い、なんだろう、ノーノーした更新になっちゃいましたし、まあ、ただ、その分、今回で、まあ、完結できたっていうのは、本当に自分としては嬉しいなと思ってます。まあ、このジェントス、結構、本当にシューティングとしては、もうすごいクオリティが高くて、もうなんだろう。本当に、なんだろう、今まで見たこともないような感じのシューティングでしたね。まあ今回初見プレイでやったんですけれども、まあぶっちゃけシステムが全然わかんなかったところもあって、結構、ぐだぐだしちゃったところもあったかもしれません。まあただその中でですね、コメントをいただきながら、まあこういうことだったんだなっていうのを自分なりにもいろいろ勉強にもなりましたし、それで、まあ改めて今回、もう一回プレイし直してみたんですけれども、あ、こういうことだったんだなっていうのも結構いろいろ発見もありましたし、なんか、もっとやり込みもできそうだなっていうのが率直な感想です。まあそういう意味でですね、まあ今回動画、まあ攻略情、まあ初見プレイのながら攻略情報を寄せていただいたコズさんですね。本当に感謝しています。本当にありがとうございました。まあコズさんのアドバイスがなかったら多分、こんな、なんだ、武器のコンプリートもできてなかっただろう。できるまでに結構時間かかってただろうし、あとは、なんだろう。そのクリエイターのプレイするにあたっても、そこまでパート数もっと費やしてたかもしれないな、というふうに思います。まあ今回そんな感じで実況して、まあ今回めでたく完結ということにはなるんですけれども、いやーね、本当に、このゲームいいなーと思います、もう。僕自身シューティングゲームはあんまりやらないんですけれども、
ただなんだろう、これは別格ですね。もうまあなんだろう、今回収録するにあたって久々にプレイした、してみたんですけれども、いや、もっとやりたいなーって気持ちが今改めて出てきてます。まあシューティングにしてはこれ割と簡単、まあ割と簡単な方かなっていうふうに思ってます。まあ巷には結構弾幕シューティングとかもあることはあるんですけれども、まあ確かにこのゲームのクリエイターでも弾幕は結構ひどいんですけれども、ただなんやかんやでパターンを確立させたりとか、あとボムとかレーザーを使いこなすっていうのができれば、なんだろう、ある程度慣れてる人であれば何回か練習すればできるんじゃないかなっていうふうには思います。なんだろう、そういう意味ではね、本当に幅広いいろんな人にはプレイできるかなというふうに思います。本当に初心者の人にはビギナーどんどんやっていくでもいいですし、まあなんだろう、ちょっと変わり種の弾幕シューティングやってみたいなっていう方にはこのクリエイターやってみるっていうのもありですし、本当にいろんな遊び方ができると思います。まあ、僕自身なのやっぱり久々に触れてみたんですけど、やっぱもっとやりたいっていう気持ちが本当にすごい出てきました。もうそういう意味では今回あの実況でやってみて、なんか結構6年がかりでやってたのであんまり触れられなかったなっていうことを考えると、ちょっともったいないなって気持ちがすごいあります。まあそれがこのジェネトスの印象ですね。まあちょっと補足でですね、このゲームの作者の小山達也さんのゲームについてもちょっといくつか語っていきたいと思うんですけれども、僕自身が小山さんのゲームの存在を初めて知ったのが、携帯アプリの、なんだったかな、タイトル。世界はもはや遅すぎるんだったかな、がきっかけでした。まあ、ぶっちゃけ言うと、本当のことを言うと、それよりも以前にモノクロオブザーバーというフラッシュゲームをプレイしたことあるんですけれども、まあ、同じ作者だったってことは多分当時知ってないです。っていうか、当時知りませんでした。まあ、そういうこともあって、世界はもはや薄すぎるをきっかけにして、まあ、この俺しきってサイトを知ることになるんですけれども、まあ、その中でジェネトスの存在も知ったことで、まあ、ジェネトスもやってみようってことで、まあ、今回やりました。まあ、完全に初見って形でなってたので、本当に始める前はもう全く何もわかんない感じでしたね。そういう意味ではこのエフェクトもそうですし、音楽もそうですし、ゲームシステムもそうですし、本当にこれ全部一から作ったっていう意味では本当にただ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 すごいってしかもう言えないです。もうそんなゲームです。まあ、他にもいくつか小山さんのゲームプレイしたことあるんですけれども、まあ、携帯アプリが中心かな。携帯アプリもいくつかやりましたし、あとはホニャペケもちょっとやってみました。まあホニャペケは全然ダメだったんですけども、成績的に。まあただやっぱり結構面白い人だなっていうのは僕自身思いました。こういうのが作れるぐらい本当に面白い人だなっていうふうにすごい感じました。サイト見ててすごい思います。さすがだなっていうのが率直な感想ですね。まあこのゲームできて本当に良かったと思っています。多分シューティングの概念が自分の中ではこれ本当に覆るかなって思う作品なので、ぜひ皆さんもプレイしてみてください。はい。というわけで、最終成績はこんな感じです。1295,336点で S++ を取ることができました。自分のプレイした中で S++ 取ったのは初めてです、これが。
ね、なんだったかな、これの何回、十何回か前に、ファイナルジェネレーションの最後、残り1個っていうところでゲームオーバーになったところがありまして、その時は S を取りました。まあ、なので、そういう意味では S を取ったのが今回3回目になるんですけれども、S++ まで行ったのは今回初めてですね。まあ、今回その動画をお見せしました。まあ、これのフルプレイに関してはまた後日、おまけ動画として出しますので、まあ、そちらもぜひご覧いただけたらと思います。はい、そんなわけでですね、Let's Play Genesis 今回をもちまして完結です。今までご覧いただきまして本当にありがとうございました。そして長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また他のシリーズ等でもお会いいたしましょう。Okay, and that's all for the episode of Let's Play Genesis. I'm really, really happy to finish this series for 60 years. I hope you enjoy this series and this game. Thank you for watching.